Go Fu。どうもこんにちは、埼玉のシンガーソングライターともと申します。よろしくお願いします。今日もですね、まあ、歌ボーカルミックスボイス練習されている方に向けて、まあ、歌音楽が、まあ、今流行りとかね、今こう人気のアーティストってどうやって人気者になったのか、まあ、要するに、まあ、こうトップで駆け走っている、まあ、昔からのアーティストではなく今まさに旬のアーティスト、この急激な成長がすごいなっていう方を一つアーティストをピックアップします。なので、まあ、歌の、ね、技術もそうですけど歌の魅力っていうのは、まあ、それプラスいろんな要素が絡まってくるんだなってことを一つのヒントにしてもらえればと思います。で今日は YOASOBI さんですね、アーティスト。もうこれ知らない方もいないと思うんですけど、私もでも本当に恥ずかしながら最近知った、最近って言っても半年前ぐらいですよね、知りました。 YOASOBI さんがなぜここまで人気なのか、まあ、ボーカルのね、いくらさんなんかも、まあ、すごい歌歌唱レベルはもう本当にすごい、まあ、19歳かな、もう本当になんだ、私にとって20歳ぐらいすごいんでなんてこったと思う感じですけど、まあ、その歌の技術、歌唱力はもちろんのことを、なぜあそこまで人気になったのかっていうのは、まあ、一応ね、皆さんと一緒に、まあ、ご存知なところもあると思うので、YOASOBI さん、実はデビューからまだ半年ちょっとぐらい、まあ、1年経たないぐらいなんですよね。なんで私が今半年前ぐらいに知ったっていうのも、まさにデビューしたあたりで初めて知った、まあ、その前から多分もちろん活動したと思うんですけど、そのまだ半年ぐらい、1年未満でまだ3曲しかリリースしてない、その今時点ですね、2021年、まあ、4月ぐらいの時点です。まあ、本当に大型新人で、ボカル P というボーカルプロデューサー、ボカロですね、打ち込みの、初音ミクとかの、ボカロ P の綾瀬さんと、あとその、まあ、歌い手さんのいくらさんの2人で構成されてると。で、なぜ人気かの、もう本当極論がここにあるんですけど、中高生人気の TikTok で結構やっぱ人気を博したそうです。で、まあ、歌い手のユーリさん、シンガーソングライターのユーリさんも結構そうなんですけど、最近のやっぱ新人のアーティストだってやっぱりその TikTok とか、まあ、Instagram とか、まあ、動画とかの SNS でやっぱりこうすごい人気を博してそこから伸びるってケースがあるそうなんですよ。なんで今私が今もう30運代なんですけどその頃もう10代、自分が10代、20年前ですよね。なんでまあその頃のアーティストのデビューの仕方とはもう全然違うってことですね。まあ、これが今もこの、まあ、SNS やればね、皆さんが同じようにヒットする方はまた別ですけど、 SNS の力が結構強いなっていうのが、まあ、こうちょっと今回の YOASOBI さん見ててもそう思いました。 TikTok で、まあ、中高生を中心に人気が上がってきて、で2020年の、まあ、1月ですかね、 Spotify っていう日本パイラルチャートで1位を取って、そこからまたその後2020年の5月 The First Take のシリーズの、まあ、The First Home Take っていうのが新しいんですけど、そこでまあ一気にこうファンが増えたというようなところで、まあ、本当にこれも SNS、まあ、動画配信を通して、まあ、コロナなんでね、ライブイベントができないので、まあ、動画の配信、まあ、せざるを得ない部分もあると思うんですけど、まあ、このなんだろう、YOASOBI っていうアーティストの表現方法と動画配信 SNS っていうツールが結構マッチしてるなっていうのをすごい感じるんですよね。まあ、もちろんリアルのイベントでも素晴らしいパフォーマンスだと思うんですけど、この動画とかその SNS 配信っていうのが結構その見てる方の層と、やっぱりその見てる方も SNS 使う時間って増えてるはずなんですよ。多分まあ、出られないし外出できないし動きが制限されている中なので、まあ、やっぱり動画とか SNS でもやっぱり見てる方もそちらを中心に見ているので、まあ、そこから、まあ、ドーンとこう人気が上がったと。だ、まあ、じゃあ SNS がだけが良かったかっていうと、まあ、そうではなくて、やっぱりその YOASOBI さん、 YOASOBI というそのユニットが、まあ、魅力があったがゆえの秘密だと思うんですけど、じゃあどんな魅力があったのかっていうのは、まあ、ちょっと一応、まあ、3つぐらい、まあ、ピックアップして自分なりに深掘りになってるんですが、皆さんもね、まあ、もっと知ってることがあればぜひコメントで教えてほしいんですけど、上げてきました。で1個目がですね、まあ、これは、有名かな、小説を楽曲化するユニットっていうことで、まあ、結構注目が当初からあったそうなんですよ。で、モノガタリー .com、 モノガタリーっていう、まあ、この物語って日本語の物語が、まあ、アルファベット表記になってるんですけど、それを、まあ、そのサイトで、まあ、要するに小説で優秀な小説、優秀かな、なんか、まあ、コンテストがあるんですよね。そこでこう一つピックアップされて、それを楽曲化するというような、こう面白い、普通の楽曲作りとはちょっとは違う感じ、私はもう絶対そんなこと今までやってなかったので面白いなと思って、で小説をそのまま音楽化するんですけど、その音楽化したものを
聞いてその小説の世界観を知るのと小説から知るのではまた違った楽しみ方ができると、まあ、小説だけで見えてきた世界と楽曲だけで見えてくる世界っていうのはまたちょっと違ったりするので、まあ、二重に面白いで、やっぱどっちが先かによってまたその受ける印象も違うので楽しみ方も2倍3倍になると。なのでまあ小説にとっても楽曲にとってもやっぱりメリットがあるっていうのは面白い、この曲作りのまあユニットだなっていうのがまあ1個目ですね。で2つ目、こちらは先ほどのボカロ P の綾瀬さんに少しピックアップしてみまして、彼はど彼男性ですね、まあ、ギターか、まあ、結構もう打ち込みなんかもやられてるんですけど、ちょっと経歴調べてみたら9年間ぐらいボーカルバンドとしてボーカルでやったそうなんですよ。バンドですね、まあ、自分で歌ってやってたと思うんですよ。ただそのバンドの活動の中で、まあ、体調を崩しちゃったらしくて、でそれであの、まあ、休んでる間に休んでてもなんかできることないかなっていうので、まあ、打ち込み多分されたと思うんですよね。あの体動かさなくてもパソコンとかあればできるので、でそこからまあボカロ P というそのボーカロイドプロデューサーになって、でそのまま多分歌い手さんですよね。あのボカロだとその機械が歌うので、どうしてもこの何だろう、機械音がこう人間の温みがかみがこうない状態なので、そこから多分ボーカルさんで探してたんですよね。それが多分いくらさんのとの出会い、いくらさんを多分スカウトしたっていう話聞いたんですけど、まあ、そのボカロ P の腕前、綾瀬さんの腕前といくらさんの歌声が合致して、それでまあ結構幅広い音楽のあのジャンルテーマを扱ってらっしゃる、まあ、ブラックミュージック、ダンスミュージック、ロック、ラウドロック、ヒップホップとか、まあ、いろんな要素が入ってるので、まあ聴き手としてもすごい新鮮、なんかあ何そんな音楽今まで聞いたことないかもみたいな、そんな感じを結構受けるので、まあ私としても結構やっぱり面白い、あの今までいろんな音楽聴いてきた人にとってこそこうすごい刺激されるものがあるし、もちろんその若い子でもう今までなんだろう、面白いものにすごい敏感な若者にとってもすごい響くものがあったっていうのは、やっぱりこの綾瀬さんの楽曲制作能力、幅広いそうテーマジャンルを扱えることとか、まあ、ボカロというその自分の打ち込み技術なんかも結構今回の、まあ、YOASOBI という楽曲を、ね、クオリティ高いものを作ることに関してはすごい、まあ、すごく貢献してるんじゃないかなとは思います。これがまあポイント2つですね、まあ、綾瀬さんボカロ P の力が大きいんじゃないかなっていうので、3つ目、まあこれもあの兼ねたから言ってますが、まああのいくらさんですね、あの生田リラさんっていう、まあ、シンガーソングライターで活動されてたそうなんですけど、もともとあの YOASOBI に入る前からもうシンガーソングライターで歌って、しかもなんかあの調べると小学校6年生で作詞作曲されてるってすごいなって、小学校6年生でもうシンガーソングライターになってるってすごいなと思う経歴を持ちで、まあもう中学校3年生からもう音楽活動スタートされてるということなので、まあもう歴的にはでも本当にだからもう普通の一般の大人と変わらないんですね。スタートがすごい早いので、結局高校とか大学とかその社会人になってから活動する人、私みたいな人に比べるともう全然スタートが違うので、歴的には多分同じぐらいか、まあ、もっと上ぐらいな感じになっているんですよね。で、まあ、一応歌ってるあの YOASOBI の真ん中では歌ってますが、まあ、多分シンガーソングライターなんでギター弾き語りもちろんできますし、そのなんだろう、トランペットとかキーボードとか、まあ、いろんな楽器もできるんですよ。なんで、まあ、結構その前の動画とか見てみると、あすごいいろいろやってるなっていう、多彩、音楽を本当に好きで楽しんでるんだなっていうのはあの見てて思いました。で、まあ、これあの前のテレビの番組でもやってたんですけど、このボカロっていう音楽曲っていうのは基本人間が歌うことを想定されてないんですよね。とんでもなく高かったり変則的な音程の移動を繰り返したので歌いづらいはずなんですけど、このいくらさん、ボーカルのいくらさんはそれを難なく、しかも正確に音域も高いものをしっかりとって歌ってるっていう歌唱技術もものすごくあるっていうので評価されてるんですよね。まあ、今の大御所のアーティストと比べても遜色のないぐらいの歌唱力がある。ここにもやっぱりその YOASOBI というユニットがここまで人気を博した理由があると思うんですよね。まあ、この楽曲の面白さとか SNS と相性が良かったとかっていうのも加えて、いくらさんの歌唱力、確かな技術力があってこその、まあ、今の人気かなっていう、まあ、全ての、ね、要素はまあ必然的に絡み合って今あるのかなっていう気はしてます。まあ、ちょっとね全部見てもすごいもう何でしょうね、 TikTok の勢いでっていう部分ではこうちょっとこう収まりきらない才能がね詰まったユニットのユニットだなっていうのは私もちょっと今深掘りしながら感じましたので、まあ音楽っていうのはね、まあ、技術とか、まあ、表現力っていうのももちろんありますし、今の時代、表現方法、まあ皆さんにお届けする方法、ツールなんかも全部なんか噛み合わって、まあ、初めてお届けできるようになったりするので、まあ歌のね練習とか、まあこの歌を楽しんでらっしゃる方もその歌というそのものとその歌をどうやって世界に届けるかっていうその媒体、まあ、今だったら SNS とか、これは多分時代によってまた変わってくると思いますし、 5G とかも出てくればね、動画がもっと当たり前になれば次のツールがもしかしたら出てくるかもしれないし、まあ
その表現方法が変わるかもしれないしっていう、そのコンテンツとツールっていう部分ではすごい切っても切り離せないなっていうのは今回ちょっと夜遊びさん見て思いました。まあもちろん技術力も表現力もトップレベルかなり上だと思いますが、まあまあまあその辺ちょっと今回分析しながら、まあ音楽のね奥深さを皆さんとシェア共有できればと思ってお届けしております。まあこんな感じで、まあ歌音楽に関してはまあいろんな要素から視点からお話したいと思ってますので、ぜひね、まあいいねボタンチャンネル登録いただけると私も励みになります。ぜひよろしくお願いします。あとですね、公式 LINE、お友達募集しております。まあ気休め おみくじ引く程度ですが、まあ歌唱診断やってまして無料です。歌唱歌ってる動画もしは音源を送っていただくと文章で返信しますので、そちらもですねまあ気晴らし程度にやっていただければと思います。では次のところでお会いしましょう。